座さんこんこにちはまゆですじゃあ今回ウィークリー5月の第1週を一緒に見ていこうかなと思います。漢字オラクル。じゃじゃんこちらのねオラクルカードから、えー、1枚今週の一言みたいなね、えー、を見ていてタロットカードでちょっとどういうことっていうね2枚、えー、引いてでメッセージ的にはユニコーンちゃんにお願いしておりますので。 一緒に見ていきましょうよとはいでは早速ヤギザスワンの今週の一言今週の一文字今週の漢字はこれだとここですかあここはいではこちらじゃじゃんお笑いあれなんかこれマンスリーム出た時は違うかな はいこれえっ、ー、と「笑い」です私もこのねこの漢字がもう笑ってるって思ってるんですけどなんかいい感じの笑顔ねなんかこうなんだろうな目が笑目に見えるんですけど、ね、あまあこれそんなこと言いたしてはいなんかこう笑いもしくは笑顔もしくはねえっ、ー、とね日本語だとね「ご納のください」とかっていう時にちょっとこうへりくだっていうとかねありますよねそんなこともちょっと考えながら「その心は」 パロット2枚で表されようイヤギ座さんの、えー、2023年5月第1週のエネルギーにおけるこの漢字の糸をペコってあ3なんか4枚微妙に出たなこれ絶妙ちょこれかなこれは外せないみたいそれは外せないみたいもう1枚出してくださいこれですかはいじゃあ 座さんのおちょっと <laughs> ペンタクル多いな今ね順番にいつもね魚座さん逆から言ってるんですけど魚座さんから始まってペンタクル祭り続いたんですよねヤギ座さんまで来て今ペンタクルまた来たって感じですねはいプラスでも大アルかナ出てますねダインあるかな出ておりますヤギ座さんになんかこう日々のね 営み的な部分日々の、えー、一瞬一瞬みたいな部分はあの昭、ー、あるからねこういった感じの数字がついてるやつですよねでダイアルかなになってくると例えばまあ価値観とか人生観とかね何かこうちょっとインパクト効いてるもしくは本質的な部分みたいな感じがしますけどねこれはいじゃあ最初、えー、出てきたのが8のペンタクルですねペンタクルえー、っと風の エレメントです。あ、ごめんなさい。数じゃない。何を言ってるんでしょうか？地です。大地の地のエレメントを持ってますね。ヤギ座さんとぴったりなんですよね。ヤギ座さんももともと持っているのが地のエレメントですので、こう、本来のね、このコツコツ感。あの、なんかこう、地道にできる感。あの職人感。 これすごいなんか本来のヤギ座さんの持ってるエネルギーとすごいなんかスパーンってこうしっくりくるんですけどねなんか素敵な感じですねこれねしかもなんかこうちょっとこうほほほえんでほほほえんでこのお笑いですけどなんかこうほほえみながらなんかね笑顔が溢れちゃうようになんか好きなことできてるみたいなこう好きなことをねなんかコツコツやっちゃってるでコツコツやってることが実はなんか積み上がってそれが評価になったりお金になったり。 それを誰かにやってもらったり喜んでもらったりそれをこうなんかコツコツやってたことをえなんか外に出した時に何かこう声に出した時とかなんか発表,発表したのかなんかそういう時にもなんかすごい喜ばれたり評価されたりえ特に「ペンタクル」ですのでまあお仕事につながるとかねお金につながるとかそういったところが一番。 多いかななって思われる部分なんですすけどこれはいいですねね地道に、ね、でもし、まあ、今ねその何かこうこれができていないとかいやそれはどうなんでしょうって感じられる方はこれがキーワードになるのかなと何かこうであんまりギ木すんでねこうなんだろう縦横無尽にあれに手出してこれに手出してうわーってぐしゃーってなってみたいな,なんかそんな感じはもともと感覚としては持ってないん ですけどイメージとしてね持ってないんですけど柳座さんなんかこうもともと真面目な、ね、気質でもちょっとさたまになんかこう野心的な、ね、ぶっ飛んだ部分あるみたいなねそんな,なんかギャップがたまんないみたいな感じの人だと思うんですけどあざっくりですよこれまあ一般論ですけどねなんかこれすごくなんか笑顔ねコツコツその小さなことに喜びを感じられるような,なんかそんな。 時間なのかなとも思いますねこうなんかガハハハっていう笑いよりウケるみたいな笑いよりなんかこうなんか幸せ感があってすごくささやかなこととかもう本当鳥が鳴いてることとかちょっとこうなんか嬉しいこと言ってもらったとかなんかそういう小さな喜びコツコツと積み上げるような。 小さな小さなものの集まりをなんかこうすごく大きくしていけるようなそんなエネルギーを感じますねこれは。なんでかっていうとダイアルかなのエンペラー出てるこのねものすごくご自身の人生を自分で作ってるっていう実感があるようなご自身のえっとうーん。 自己責任っていう単語あんまりなんか言葉的には私もあんまり好きじゃないんですけどでも自分で選択に責任を持てるっていうのは自分で全部ね好きなように選んでいけるっていう自由が一緒になってるんですよね。であの,人のせいいいにしないっていうことができる人、えー、環境のせいとか、えー、文化生まれた国のせいとか星のせいとか。 そういうことをしないで「いやこれ、えー、自分の選択なんで幸せに過ごしております」と。で現実にね何か笑,いを笑えないようなことが起きてもそこから何を選ぶかその現実が起きててもじゃあその瞬間から自分は何を選ぶかその現実に対してえっ、ー、と それをネガテティィブブにに解釈するるここととも自由ポジティブに取ることも自由それを自分で決めているんだと、えー、自分にはチョイスがないもうしょうがなかったんだよっていう言い訳をしない人って感じがします。なのでヤギ、えー、田さんの、あのー、本来のね輝きってこれからどんどん出てくるもうね出てる方もいらっしゃると思うもちろんねいらっしゃると思うんですけどその姿勢ってねすごくうーん。 なんか旗から見るとすごいなんかいや本当に努力されたんだねとかめちゃめちゃ偉いやんとか続けてきたんだねとか何かちょっと称賛されるぐらいになっちゃうかもしれないでも本人はなんか楽しくてやってるとかね本人はご本人としてはいやもうこれはね笑顔になれるからやってるそんなことが評価されていくそんな時間そんなタイミングに思えます。このの自分のね えー、人生のこの,あのハンドルをね握ってるのは俺だと自分なんだと、えー、いいことがそんなんだけどジャイアンの言葉を感じちゃった今 <laughs> お前のものは俺のもの俺のものも俺のものみたいなやつあれのなんだろうな、あのー、あれのなんかすごいなんだっけ成人バージョン <laughs> どういうこと <laughs> えっと、何だろうな自分で全部追いかぶさらなくてえ追い背負い込まなくても大丈夫なんですけどなんかこうあなんか目の前の人がね近くの人がこういう状況にあるよ,よかれ悪かれ状況にあるとあそうなんだその状況も私のもの例えば自分の見てる世界なので何でこれが起きてるのかなとかえっと、あこういう風になるってことはなんかそれを気をつけてねっていうサインなのかなって自分のものにして活用するとか。 えとかんか羨ましくなるような人とか状況を見てそれもあの俺のもの <laughs> 自分に関係があるから自分もそういう可能性があるから見えてるんだなあアザストなんかそういうことができる何かこうね自分のためを生きれるそういうい感じがしますもしねそんなそんなところ程遠いわと。 いうところにいらっしゃるような感覚があればここにねしかも大アルカナですのでえー、っとこれができるよと本来あなたは本来その力があるよという感じで、えー、応援に来ておりますよとそういう感じに解釈していただけるといいのかなと思いますじゃあそんなヤギ座さんへ一言ユニコーンさんございますでしょうか締めおおお飛び出たおすごいまさにエンペラーの ベストループニでくるんですけど、まあ、これの話のも本当にまとめをしてくれた感じですけどこのねこの決意とか決断とか自分で決めるっていうこともしもんか迷われているような何かがあったりその人生の方向性でもそうだし、えー、目の前に2択3択とかが転がってるのかもしれないし今こそその時ですとその時ねご自身が。 えー、もう決め方そのどう思われるかなとか普通はこうやるんじゃないのかなとかどうしたらいいのかなみたいなところじゃなくて、えー、そのあなたが私が自分が何をしたいか自分はどうどの道を選ぶと最高だと思うのか自分がどういう状況になってると、えー、あもう文句なしと最高やんと思えるかなっていう基準。 で決断をしていく選択をしていくっていうところが鍵ですよみたいなね感じで出てますね最後に笑いましょうこの最後にっていうより毎日笑っていられるのが本来ですのでそこのえっと道にねその本来の道に乗るっていうイメージでいきましょうじゃあヤギ座さんのねウィークリー今週の五月大週の えー、リードこんな感じになりました。概要欄にね、あの私の感覚とか思いみたいなの、コメント欄の活用の仕方とかもね提示させてもらってますので、ぜひぜひぜひやってみてください。はい、ありがとうございます。ではでは。